にちは、じゅんです。ゆいです。はい、今日はゆいちゃんのレッスンです。イエーイ。今日のレッスンは何ですか？今日は綺麗なスイングにするための3つのポイントを紹介、はい、いきます。はい、じゃあ早速よろしくお願いします。はい、綺麗なスイングね、まあ、大事ですよね。綺麗なスイング、はい、はい、じゃあ綺麗なスイングのポイント、まあいろいろあるけど、うん、今日は3つ紹介していきたいと思います。はい、まずはフットです。はい、で2つ目がフィニッシュ、うん、で3つ目は、まあ、動作の順番、うん、なるほど、が大事かな。はい、でアドレス、例えば正面がこれ7番アイアンなんですけど、うん、7番アイアンだったらこうやってアドレスする人とこうやってアドレスする人、うん、単純に正面から見てどっちの方が綺麗。なるほどね、まあ、後ろからの方がいいかも、うん、こうやってアドレスする人とこうやってアドレスする人、最初の方が綺麗だね、うん、こっちどっち1番と2番と、うん、こっちの方が間違ってる、うん、こっちが正解、うんうんうん、いうふうに正解のスイングをちゃんとしていくと結果的に全部綺麗に見えるようになる、うんうん、でまず最初のポイントでアドレスが綺麗な人が言ったのがこれ。はい、でフィニッシュはじゃあこれも2番ターン、うん、からこうやってフィニッシュすることを、うん、こうやってフィニッシュ、あーすごい分かりやすく、うんうんうん、これも多分最初の方が綺麗。そうだね、で最初の方が綺麗に見えるのは正しいスイングを行えてるから、うん、綺麗に、うんうんうん、で最後3つ目の動作の順番、はい、動作の順番っていうのがまずアドレスします。で、まあ、バックスイングします、うん、ここからまず一番最初にどこが動くか、うん、左足の方から回っていって次に自分のグリップが降りてきて最後にヘッドが降りてくる、でそのまま回転していったら打つ、うんうんうん、けどさっきやった汚い、汚いっていうか2つ目の方のスイングだとこうなる、うん、ってことはグリップよりも先にヘッドがこう降りてきて、うん、はいはいはい、いうふうに正しい動作の順番をちゃんと覚えてその通りに動けば、うん、綺麗なスイングになる、うんうん、まだあったんです。でトップから下半身グリップヘッドで最後フィニッシュ、なるほど、うん、この3つ、まあ、だからフィニッシュが綺麗な人はスイングも綺麗だし、うん、まあ、アドレスはもちろんで、アドレス構えばゴルフのこのスイングにおいて結構大事だと言われてて、うん、アドレスが間違ってると結果的にその後のスイングにも影響を及ぼすと言われてる、うんうんうん、こういうアドレスとかこういうアドレスとか、うんうん、が後々いろんなミスにこうずっと全部つながっていくから、うん、正しいアドレス、うんうんうん、をしましょう。はい、正しいアドレスと動作の順番、うん、インパクトにかけての動作の順番とフィニッシュ、フィニッシュが汚いっていうかブレる、うん、まあ狙ったりとか、うん、逆に前にするのは、うん、綺麗なフィニッシュにならないことはその手前で絶対に原因があるから、うんうん、っていうふうにこう3つ全部連動してるから、この3つをポイントに練習してもらえると分かりやすいかなと思います、うんうん、ありました。はい、はい、ということで今回は綺麗なスイングの3つのポイント、はい、はい、ゆいちゃんに教えてもらいました。アドレスとトップ、フィニッシュか、フィニッシュ、アドレスとフィニッシュと動作の順番、これをまずは、自分がどうなってるか一回確認してみてください。はい皆さんご視聴いただきありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。